はい、こんにちは。えー、元、えー、日本ハムファイターズの島田信仁です。えっ、ー、と、初めての動画を上げます。あのー、先日なんですけども、ちょっとツイッターの方に、まあ、あの、今回高校野球がね、えー、ああいった形でもう残念なんですけども、ん、中止になったと。 いうのを見て、自分の高校時代のことをちょっと思い出したときに、あこれはなんか、ツイッターに書いてみようと思って、ちょっとまあツイッターに載せたんですね。そしたらまああの、ちょっとあの、知人からですね、それを読んだ知人から、あの、個人的にちょっと連絡がありまして、えー、その当時の思い出で、まあツイッターの中に追伸も入れたんですけども、追伸で、えー 日本ハムファイターズにテストで合格したことが思い出ということでね。最後それで締めくくったんですけども、その時の話を聞きたいと。それをなんとか動画で、その、こう、できないかっていうことで,で、僕はあのあんまり動画はあんまり好きじゃないんですけども、まあちょっとあの、 やれと、なんかちょっと命令調に言われたんで、まあ、決して、え、悪いことではないんで、え、ちょっとじゃあ、初めての試みなんですけども、え、やってみようかなと、いうことで、え、動画を上げました。え、よろしくどうぞお願いします。あ、そうだ。これですね。あの、私のあの、僕のオリジナルアウトフィールダー、外野手ということ。 え、内野手の方が来てもいいです。ピッチャーの方が来てもいいです。もちろんキャッチャーの方が来てもいいです。えー、まあそれはいいや。あ、それとこれ、あの、歌の部っていう。これ僕が今赤坂見つけて店をやってるんですけど、まあもちろん今、全然、えー、店を開けることもできず、いつ開けるのか。今日あたりなんか小池さんがなんか、あテレビで、まあその辺の具体的なことをなんか、 言ってるようですけども、また後でニュースで見たいと思います。まあそんな話はいいとして。えーえー、高校時代、えー、まあ肩を痛めて、全然泣かず飛ばずです。えー、なんか、一回だけ背番号一番を、に、2年、1年か2年かなんかの時に、あの、まあピッチャーだったんですね。えー、もう秋の、 秋の大会だったか時だけ一番をつけてもらっ、つけさせてもらったんですけど、多分投げてないんですよ。代打で、えっ、ー、と、ほどが屋球場で代打で出て、まあ、レフト前にヒット打ったぐらいですよね。あとはまたもう全然ダメで、ツイッターにも書きましたけど、おずっとスタンドで、こう、最後の夏を応援してたと。で、まあ、あのー、それでも、野球を諦めきれず、 まあどうしようかなと。で、まあ新聞読んでますとね、えー、ジャイアンツがテストやると。いや、実はあの、僕はあのジャイアンツの入団テストを受けてるんです。日本ハムのテストを受ける前に。まああの、それで、150何人のうちの6人に選ばれたんです。やったーと思ったんですけども、えー、 結局、二次試験があるなんてことで、見事に二次試験で落とされまして、それでまた、あの、帰って、こう、新聞読んだら、日本ハムがやるよと。で、まあ、あの、もちろん、一人ですよ。学生服着てね、でかいカバンしょって、あの、寒風吹きすさぶ、11月だったと思うんですけど、玉川グランドに行きました。 ジャイアンツのグラウンド行った時ジャイアンツのテストを受けに行った時はバッと土手上がった瞬間にうーんさ、うんうん、か人がいたんですけども日本ハムはね新丸子で降りてちょうどあの土手が、えっと、上がった時にえ今日え入団テストやるのみたいなパラパラの人の人数ででまあ決してプロの持ち物と言えるようなグラウンドではないんですけども今思えばですね 当時の僕にとってはもうすごいまあ、ド緊張する場所でありましたし、で、大沢さんがいて、三沢さんというスカウトの部長、部長ですかね、がいまして、で、まあその見守る中、あ、安藤純三さんもいたのかな。見守る中、えー、まあ50メートル走、遠投、まあ、バッティング、ピッチングをやったんですけども、で、まあ全て終えて、 ああ、ダメだなぁと。あのー、まあ、高校時代肩を痛めてて全然投げられなくて、まあ、不思議なことにジャイアンツのテストを受けた時と、あの、日本ハムのテストを受けた時と、その時あんまり痛くなかったんですよ。まあ、日本ハムの時はちょっと痛かったんですけども、それなりにボールは投げれて、それなりにも打てて、だけど、まあ、ダメだろうなと思ってたら急にちょっと着替えてたら呼ばれまして、バックネット裏に。もう屋根のない、 スカスカのバックネットですよね。テーブルもなんか、ガタガタしたテーブルで。で、え,え,えうん、大沢さんが、僕のあの申し込み書を見てですね。なんだ、おめえ藤沢かと。で、僕は、はい。おめえ俺藤沢なんだ知ってるかって言われて、い,い,いえ、ちょっと、まあいいやと。おめえどうしてもピッチャーじゃなきゃダメなのか。 で、まあ、ちょっと返事に困ってたら、えー、外野手だったら取ってやるぞ。どうだおめえ。こんな感じですよ。ほんとこんな感じですよ。で、まあ、もう何でもいいじゃないですか。プロ野球に入れるんなら。で、僕は、もう外野でも何でもやります。外野やったことあります。これは嘘じゃないです。まあ、もちろんちょろっと外野やりましたけどね。高校野球はそうじゃないですか。ツーポジション、ピッチャーってだいたいなんかやるじゃないですか。で、まあ、僕は外野、うん やった、まあ、守れって言っ外野守ってたんですけど、それでもあんまり全然試合出てなかったですけどね。あのー、で、まあ、が、もう何でもやりますと。もうバスの運転手でもやりますっていう風に言ったら、おめえ面白いじゃねえか。よし、じゃあ仮契約書でいいかってサインして帰れ今日は。はい、わかりました。って言って、お沢さんその場合いなくなって、まあ僕は契約書、仮契約書ですかにサインをして、えー うきうき、うかうか、うかうけじゃな。いなもう、浮き足だって家に帰りましてね。で、ま、ああの、まあ、両親に、ま、報告して、母親ちょっと、ちょっと涙ぐんでたかな。ええー、まあ、父親には、まあ、テスト入団だから、一年でクビになるか、なる確率が高いから、ま、あ頑張れと。なんか、さらっと言われましたけど、 まあでも今思えばですね、えっと、ジャイアンツのテストを行った時は、まあ野球部の仲間3、4人がちょっとついてきてくれて、日本ハムの時は1人で行きました。ああ、ね、野球部で進路が決まってなかったのが、多分僕だけなんですよね。で、これは困ったなっていうようなところがあってて、 ちょっと焦りながらの入団テストを受けたんですけども、まあ、あの、運慮というか、日本ハムに取っていただいて、えー、まあ、それが終わってみれば、えー、現役を16年かやらせていただいて、まあ、2軍のコーチと、えー、1軍のコーチとも経験しましたし、 やってみたかったなぁと思うのは大変とは言われるんですけど、スカウトもちょっとやってみたかったなっていう思いはありました。まあ、今となっちゃうね。もうあの、今年で築60年ですから、うんもう古民家、古民家入りしてますからね。もう、今はもう全然そんなねですね。今はもう、えー、埼玉西部ライオンズレディスで、まあちょっとコーチをやることになりました。 まあそれを今コロナの影響で全然できないんですけども、ええ、まああの、高校野球、高校野球の選手のみんな、本当大変だと思います。だけど、こんな甲子園大会が中止になるぐらいの、今、世の中なんだ。っていうことを、やっぱりあの、ぐっと辛いけど受け止めてもらって、まあ、各都道府県で、ええー、 なんか大会をね、えー、花道を作るんだっていう話も出てますけど。まあ、その出たはいいんだけれども、まあ、第2波、第3波が来ないことを祈って、えー、全然ちょっと繋がらないけど、僕の高校時代の、まあ、日本ハムに合格した時の思い出を、まあ、ちょろっと、話させていただきました。 で、皆さん、この合格をした翌日に学校に行きました。ここで事件があります。それは、あ第2回でお伝えしたいと思います、ね。どうぞよろしく楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。